産インテリジェントモビリティのアイコンとなる新しい未来のモビリティ、ただの車ではなくライフスタイルの一部です。ニュー日産リーフ。今回の新型リーフは新しいバッテリーによって航続距離を向上させています。シャープでスムースな立体構成とエアロダイナミクス性能を追求したデザインで燃費の向上と航続距離の伸長も実現しています。例えば屋根から来る空気、車の下から来る空気、これらがぶつかるポイントをなるべく後ろに持っていくような車の形、それから下につけているパーツを工夫することによって新型リーフの空力性能を向上させています。水平方向の伸びやかさ、低重心でグッドスタンス、スタビリティのある佇まいは見る者に走りの良さを直感させます。各所に EV を訴求するアイコンを与えていますが、特にエクステリアのグリルはEV ネスの象徴としてユニークなデザインとしました。インテリアデザインではブルーに発光するスタータースイッチ、クリアブルーのシフトノブフィニッシャー、ステアリング、シート、ドアトリムやアームレストのブルーステッチでモダンなプレミアム感を表現しました。自在に選択できる表示コンテンツと直感的に操作できるユーザーフレンドリーなインターフェースを実現しました。Eペダルはアクセルペダルの踏み加減を調整するだけで発進、加速、減速、停止までをコントロールすることができます。坂道でも足をアクセルペダルから離すだけで車を停止、さらに保持し続けることができます。この新型日産リーフには最先端の電動化、知能化技術が搭載されています。プロパイロットは高速道路で自動的に前を走行する車との車間距離を維持しながら、車が車線の中央を走行し続けるように制御します。プロパイロットパーキングはスイッチ操作をするだけで駐車から駐車完了まで自動で制御します。自動車業界にとっても全く新しいコンセプトであり、大きな衝撃を与えると考えています。お客様にとっては新しいモビリティの使い方を経験することになると考えています。ニュー日産リーフ、シンプリアメイジング。